こんにちは、ミニマリストゆみにゃんとトイプードルのジャスミンです。本日は1000万円以上投資してきた私の投資実績公開という形で、これから毎月私の投資の実績を発表していきたいと思います。最近ですね、投資系の動画を上げるようになったら結構皆さんそちら見てくださるので、毎月報告をしていくことで、まあ皆さんと一緒にですね、投資生活を楽しんでいければと思っております。この動画ではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をしてみていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。良ければですね、投資をしているよという方はコメント欄に書いてくれると、まだやっていない方の励みにもなりますので、ぜひコメントしていただけると嬉しいです。最近インデックス投資とかもやってるよとか、楽天証券使ってるよとか、いろんな方が書き込んでくれるので、私も始めてみようって方が増えてすごく嬉しいです。私は視聴者さんと一緒に幸せで楽しく長生きしていきたいなと思うので、みんなで頑張っていきましょう。それでは本題いってみましょう。はい、というわけで今回は2011年4月の報告をしていきたいと思います。今撮ってるのが4月末になります。私は2018年から投資を始めてきて、これまで1000万円以上お金を入れていった、要は買い付けしていったんですね。で、途中で引き落とすこともあったりしたんですが、まあ、今現在っていう形で毎月報告しています。2011年4月現在の株式の資産残高はこちらのようになっております。ババババーン。現状は資産合計が1026万円ほどになっていて、評価損益で言うとプラス250万円ほどになっています。250万円増えました。以前出した5年で1000万円投資しましたっていう動画だと、3月時点でですね、230万円プラスになっていたのが250万円で20万円プラスになりました。で、この中はですね、複利で増えた分だけじゃなくて、毎月投資していってる分っていうのもあるかなと思います。なので具体的な中身についても説明していきます。私が2018年に最初に始めた時に買ったのが全世界の株式インデックスです。日清外国株式インデックスファンドっていうのを楽天証券で買いました。で、その後いろいろ勉強して、まあ全米の方がいいかなと思って、今は全米の方を積み立てていっています。楽天バンガード全米株式インデックス、楽天 VTI っていう方を積み立てていっています。その2つの全世界と全米のインデックスが合わせて現状評価額が867万6千円ほどで、プラス188万円ほどになっております。それ以外にも昔買った個別株があって、ここが持っているのが評価額で158万円で、プラスになってるのは61万円ほどになっております。で、これらの株は全部特定口座で買ってるわけじゃなくて、 NISA の口座で買っているものも一部あります。 NISA 積み立て NISA については別の動画でも説明しているので、ぜひこちらを押さえてください。で、2018年最初は NISA 口座で始めたんですけど、途中からも積み立て方式の方がいいなと思って、積み立て NISA の方に変えています。で、こちら NISA の方はですね、合計して173万3千円ほど買い付けを今しております。途中でですね、125万円ほど売却している。これは最初に2018年で買った NISA 口座の分っていうのをですね、途中で必要になって確か2年後ぐらいに取ってるんですよね。まあその時上がってたから6、7万プラスだったからいいんですけど、まあ、NISA 口座ってそういう風になんか突然大きいお金が必要になった時にすぐ引き出せるからいいですよね。これいいとこだと60歳まで引き出せないので、というわけで一回引き出しています。で、今現状残ってるのが68万1483円って形で残っています。これが NISA 口座残りですね。まあ最初NISA口座で始めて、今積み立てNISAの口座になっています。累計損益としては20万3384円という風になっていますので、まあ、NISA の口座で買った部分が20万円分増えたっていう形になっています。まあ、これは最初に言った投資信託の中に含まれています。で、ここまでが最初に言った資産のところの内訳になってるんですけど、まあ、そこに表示されないものとしてイデコがあるんですよね。イデコっていうのは個人型確定拠出年金っていうもので、こちらはですね、そこの資産額には表示されなくて、イデコのページをですね、開かないと出ないので、そちらも見ていきます。イデコで買ってるのも楽天 VTI ですね、楽天バンガード全米株式インデックスを買っています。確定拠出年金に関しては、以前は企業型の確定拠出年金に入っていました。で、会社転職して変わって今は個人型のものに入っています。で、その個人型のものが今48万円ほど買い付けしているっていう形で、評価額としては62万6000円になっていますので、プラス14万円ほど
ほど増えていて、なんと利回り 34.61% です。やったー。休み眠い大丈夫っていう形で、イデコもかなり増えていますね。まあやっぱ昔に買ったやつは結構増えてるんですよね。なのでこちらはですね、老後の取り崩し用として楽しみにしておこうと思います。まあイデコはですね、ほんと60歳まで取り出せないっていうのがすごいネックなんですけど、私はもう120歳まで長生きするぞと思って頑張っています。具体的には週3回ヨガに通ってですね、すごい結構ハードなヨガなんですけど頑張ってやって、今日も行ってきてね、もう体バキバキなんですけど、あとは食事に気をつけたりとか、まあ睡眠気をつけたりとか、なんとなくなんですけど120歳まで生きようと思って頑張りますので、老後はですね60歳からイデコを取り崩して、まあ、70歳過ぎから年金を取り崩してっていう形で、そうすると年金も 1.4 倍になって、120歳まで生きてたら年金だけで 1.3 億円ぐらいもらえる計算になっているので、まあ、これちょっと合ってるか分かるんですけど、概算でそうなっているので、まあ、頑張ろうと思っています。はい、というわけで2011年4月としてはこのような内訳でした。で、今回はですね、これにプラスしてですね、これから始めるよって方は何を買ったらいいかなっていうところがあると思うので、まあ、そこを改めて紹介しておこうと思います。まずはですね、毎月コツコツ積み立てて買っていくのがいいと思います。やっぱり下がった時に買って高い時に売るっていうのは、最初いつがね下がってんのかいつが高いのか全然わかんないですよね。それは昨日と今日の比較なのか、1年前と1年後の比較なのかとか全然わかんないので、毎月コツコツ買っていくっていうのを私はお勧めしています。で、そういった積み立て投資型のですね、投資信託の人気ランキングっていうのを出しました。一番人気が eMAXIS Slim 全米株式インデックスですね。これはみんながこう一番買ってるよってもので、そのみんなが買ってる合計額の純資産がですね、3800億円もあるんですね。すごい額ですね。で、こちらは信託報酬って言って、手数料が 0.0968% っていう形でかなり低いものになっています。で、このランキングの中では一番低いですね。この eMAXIS Slim っていうスリムがついてるシリーズは日本の投資信託なんですけど、とても信託手数料が安いものです。で、続いて2番目に人気のものは eMAXIS Slim 全世界株式のオールカントリーと呼ばれてる方ですね。こちらが純資産が1535億円ほどありまして、投資信託の信託報酬が 0.114% とかになっているのですごく低いと、まあ、こういう感じで全米か全世界かっていうのが人気です。ここはもうほんとね、趣味でいいと思うんですよね。手数料が安い方がいいんだったら全米にすればいい、もしくはアメリカを信じるんだったら全米にすればいいし、いや全世界の方が安心だなってなったら手数料ちょっと高いけどオールカントリー全世界の方にするのがいいかなと思います。で、続いて第3位が楽天の全米株式インデックスです。これが私が買ってるバンガードとのコラボ商品のやつですね。これは純資産が2502億円となっておりまして、手数料が 0.16% ですね。続いて4番目が楽天全世界株式インデックスファンドですね。これが純資産が877億円で、手数料が 0.21% っていう形になっています。で、これ前もですね紹介したんですけど、非常にこれ大事です。何が大事かっていうと、この信託報酬の手数料の部分ですね、見てもらうと高くても 0.2%、 一番低いと 0.009% とかになっております。買い付け手数料っていう、買った時の手数料は無料です。信託報酬の手数料っていうのは持ってるだけでかかる手数料の方ですね。で、これ以外にもリバランスって言って見えない手数料とかもかかったりします。で、これがですね、銀行で買うと結構高いんですよね。パーセントがですね、ここが 0.5% とかになってたりします。で、そうするとですね、株とかで儲かる分お金っていうのは30年とかでならしてやっと 5% とかになってくるので、毎年毎年 1% とか 0.5% とか取られてたらですね、利益の中のですね結構の割合を手数料で取られてしまいます。ここの割合が大きいとですね、増えないで減っていく場合もありますので、本当に気をつけてください。まあどこで買うかもう本当に皆さんの自由ではあるんですけど、まあ基本的にはネット証券で買うのが正解です。で、銀行で買うとそれだけ手数料も取られたりとか、なんか他の商品営業かけられて混乱して、なんか割高なものを買ってしまったりとかっていうことにもあってしまいがちなので、まあ、ネット証券で買いましょうと。で、おすすめしてるのは楽天ですね、もしくは SBI もいいと思います。で、私が使ってるのは楽天銀行、楽天証券、楽天のクレジットカードです。こちらは別のインデックス始めるなら楽天がいい理由っていう動画も出してるので、ぜひ見てほしいです。とってもお得で楽ちんになっています。というわけで、こういった楽天とか SBI とかで、今言った eMAX シリーズとか、ヴァンガードとのコラボ商品を買うといいかなと思います。はい、というわけで、本日は2011年4月の投資成績の発表でした。まあ、この動画がですね、よかったら、今後もですね、毎月発表していこうかと思いますので、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。Twitter もやっていますので、ぜひ概要欄からフォローしてください。それでは、バイバーイ。近いちゃった？近いちゃったね。バイバーイ。